はい、ちょっとサブちゃんなんですけど、うん、ちょっとある情報を。あ、聞きました聞きました。 ね、そういうことね。これまあアキネーター、はい、え、佐々木アキネーター知ってる？いや、初めて聞きました。アキネーターって、まあ、説明すると、要するに有名人を思い浮かべると質問がいくつか来て、その質問に沿ってこう回答していくと自分が思い浮かべた有名人にたどり着くってやつ。で、水溜りボンドは両方出てるらしい、うん、もうね。と最近佐々木もいる。ええ、すごっ。なんかやっと俺をなんか知れてきましたね。はい、じゃあやってみよう。はい、来ました。はい、実在する。自分でどんどんクリックして、もうこれ自分のことを考えてればいいんですよ、ね、そう、自分の自己申告制だから一番正しい情報が出る。気持ち悪いな、ちょっと言ってみます。実在する、はい、 YouTube 関係者。おお、ちょっと、え、お前もお前、え、やばっ、すぐ近づいてきた。ちょっとわからないですよ。いや、なんで。いやいやいや、関係してるから。なんでコンフランスしてんの、はい、いえ。あ、ってことはサブが消えたわけね。ゲーム実況したことないですね。いえ、あるだろ。おっとりしてるの分かんて、うん、そうね。何人かのグループ、何人かのグループではある。まあまあ、グループではある。じゃあ、はい、え、グループのリーダーじゃないな、分からない。家だろ。リーダーなわけない。7人組のメンバーですか。あ、フィッシャーズが聞いたのこれで。違うな、うん、4人グループで、いや、これはアバンだな。アバンだな。2人組ですか。まあ、はい、はい、あだ名に、あ、つく。え、つかねえよ。つくの、相方が、相方とかじゃないっすね。え、くんつくの、お前、うん、どういう名前お前、あだ名なんの、あだ名なんの。え、俺、佐々木くん。人によらない。あだ名って、佐々木くん、メガネくんとか、そういうレベルまで行った人がいっくんとかだよ。佐々木くん、いや、違う、いっくんとかだよ、くんとか。くん、俺、あだ名ありますか。ないないって。え、まあまあ、このままいこう。ないよね。CD を出したことが。ああ、はいって答えたいな、これ。そういうのじゃない。見栄を張る大会じゃないんだよ。ラップが上手。はいって答えたいな。はい、はいって答えたいです。お、来た。はい。これ難しいっすね。ここ、いいんすか、これ。どうなの？はいで行ったらしいよ、その人は。あ、じゃあ、はいじゃない。はい。ああ、でも俺になっちゃうな、これ。わかんないけど。でも、EA にやるんですね。闇の力を。ああ、深いですね。え、闇の力を操りますか。どっち、お前は。はい。え、どういうこと。25歳よりも若い。いえ、はいだろ、はいだろ。 なんで嘘つく。あ、あ、そうか。なに、なに。あ、俺逆だった。音楽に関係している。いえ、わかんなくなっちゃった。え、あ、出てきた。え、いや、まだ…もう一回だけやろうか、うん、せっかくだから。絶対に諦めないっす。そんな、いいえ。で、ちゃんとわからないを使ってこ。わからないでしょ、これは。はい。いいえ、いいえか、いいえ。これならわからないにしたかもしれない。そうそう、そういうことをしてなんかないな。いいえ、佐々木。はい。わからないでしょ。俺なんだ。大人。はい。わかんない。ああ。ん？え？カンタかい。なんでお前と俺一緒なんだよ。絶対諦めない。ちょっと今日暗いだな、これ。え、ちょっと待ってください。YouTuber、はいにしてみよう。二人が活動してるんですか。あと、こっちの写真。2パターンあんの？ 2 パターンあんの？違う、トミーっぽい方の俺じゃねえか。このサブちゃん乗せたら多分出れるぞ、うん、あ、そういうことか。みんなが、あ、じゃあもういいっす、終わりましょう。あ、いい写真、いいポーズ。俺ら3人でこの感じで、これ使ってくださいっていう3人の感じのやつ、これを使ってほしいな、はい、そうな。今のね、カシャってやっとく。はい。これで OK です。出るようになるから。出るようになる。ありがとうございます。まあ、YouTuber でいいの、ここ。はい。
YouTuber で。YouTuber でね。はい。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。